アロハタンタンです。本日はカマカのデラックス、アバロンの入ったデラックスで、スロッテッドヘッドではないモデル、テナーサイズ HF3D2 というモデルをご紹介いたします。こちらはかなり綺麗なカーリーが入っている上位機種、最上位機種なんですが、ちょいキズモデルとして気持ちお求めやすいお値段で当店では出しておりましたが、ここで和紙さんの手による直々の再セッティングが行われまして、引き傷だったりスクラッチ傷、展示品もちろん新品なんですがたまについてしまうんですよね。そういう傷を若干できる限り淡くして、弦もカマカのオリジナルナイロン弦ではなく、ワースのブラウン弦を貼り直した再セッティング済みのものでございます。こちらがなぜか調整をして弦も変えたので値段がさらに安くなるというミラクルが起こっております。この素晴らしい木目のものがこんなお値段で買えるなんて今しかない、間違いないですね。そして弦が変えたてなので若干チューニングが安定しないですが、一度音も聞いていただこうと思います。中にもともとついている純正のナイロン弦はナイロン弦の中でも気持ち張りの強いもの、固めの弦が張られているので、それが細いフロロカーボンになることで若干音が軽やかになります。低音のどっしり感が和らいで軽やかな感じ、本当に軽快なサウンドになります。特にテナーサイズなのでよりお分かりいただけると思います。こちらは今そうですね、カマカの純正弦が貼られているテナーサイズも数本ございますので、ご来店が可能な方はぜひ引き比べをしていただければなと思っております。この新しく出ましたアバロンが入ったスロッテッドではないモデル HF3D2、 今回はアウトレットのご紹介です。若干の引き傷があるものをさらに傷を薄くした上で弦を交換したという調整が入って、なぜかお値段が安くなるミラクルです。もともとカマカはトップの塗装の仕上げがツルツルではなく若干のバフがけというんですが、最後のツヤ出しの傷が若干残っているメーカーなんで、もともとツヤツヤではないものにさらにスクラッチ傷が若干ね入ってしまっていたものです。その若干のスクラッチ傷を淡くした上で弦を交換してなぜかお値段を下げた、このミラクルが起こっているのはこの1本のみでございます。いつかは欲しいけど手が出ないと思っていた方、かなりおすすめの機会です。この機会をぜひお見逃しなく。改めまして今回ご紹介いたしましたのはカマカのデラックスシリーズ HF3D2
HF3D2 のアウトレットです。この答えが欲しい、気になるという方はぜひお早めにお問い合わせ、ご注文をお待ちしております。それではタンタンでした。アフィホー。